皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、いやーもうね、毎日プラキチやめるやめるってやめませんね。やめるやめるすぎだね。あの職場にもいない、もう会社やめるやめるやめるって言ってもう十何年いるやつ、それと一緒だよね。ああもう毎日プラキチやめるやめるってやめねえかんね。はい、あの限界まで行きます、限界まで。で今日は何を起こすのかというと、まあ僕の中だとね、ダブルゼータの期待の中で5本の指にはぶれちゃうかもしれないけど、まあ6本の指に入る、6本の指が入っちゃう、6本の指が入っちゃう、イリアの猫筋舐めたい。はい。イリア、なんだなあいつ、地上。なんだあの格好してんのあれ。もう絶対パンティー見えてるよね、いつもね、あれ。絶対見えてるからね。マシバ何回も見て、何回もガチガチに勃起するじゃんよ。でね、イリア多分なんかこんな感じのパンティー履いてますね。後ろ、なんか四つん這いになるシチュエーションがあるのかもしれないけど、四つん這いのシチュエーションがあったら、その時この薄い生地のパンティーにくるまれた猫筋をね、つばきのようになった猫筋をプニプニしたりしてね、何回言ってたの手帳持ちで、いい加減しろよ、この野郎。いい加減しろ、この野郎。いい加減しろ、みたいな。はい、そんな感じでね。今日はこのね、ザクスリーマシュマーカスタムを語ります。はい。ね、HGUC の3番目っていう謎のね、謎のスピードで出ましたね。まあ、この後にね、キュベレー、100式と続くから、まあ、妥当っちゃ妥当なんだけど。本当はね、ザクスリー、この、キュベレ、100式と組んだったら、ザクスリー、リゲルグ、キュベレ、100式でよかった。リゲルグ省かれたね。まあ、このタイミングででもリゲルグでしたら、まあ、当然ほら、そのキットは、ゲルググのね、リデコキットになるわけだから、HGUC のギルググのね、レベルは下がるよ。HGUC のギルググって2006年とかで遅かったんで、発売が。だから、すげえいい出来だったんだよね。いい出来だったんだけど、まあ、知ってると思うけど、ギルググマリーね、発売早かったじゃん。だから出来がちょっと残念じゃん。だから、かっこいいギルググのキットを、やっぱ欲しかったからさ、決定版をさ。だからまあ、発売時期が、ね、間に合わなかったのはしょうがないかな。まあそんな感じで、ね、本当はこいつと、リゲルグを並べたかったんだよね。まあそんな感じでね。で、出来なんだけど、やっぱね、初期の初期だから、まずね、あんま動かない。あんま動かないんだよね。まあ、デザイン的にもしょうがないんだけど。で、まあ、合わせ目がすごい。ほぼ全身合わせ目。あと、造形がちょっとだるい。ちょっとだるい。初期だからしょうがないんだけど、いつ頃からかな ?2000 年代の前半 ?2004、5年から、なんかガレージキット並みになんかかっちりとしたシャープな造形になってきたよね。俺ガブスレー見た時驚いたんだもん。あ、もう、うわっ、つって、つって、もうついここまで来たかと思って。それまでは、結構モールドがだるいってね。まあ、みんな知ってると思うけどね。この時期はまだだるいんですよ、モールドが。結構大雑把なんだよね。ジオとかもそうだったけど、まだ全然、わかるかな?すんげえ、キューキットみたいなモールドが入ってんだよ、なんか。だるいの、すっごく。まあ、合わせ目、決して塗っちゃうのそこそこ見れるけどね。まあ、でもね、なんでこれを3番目って思っちゃってね。別にさ、キュベレ100式ザクスリー回でよかったじゃん。なんで3番目にザクスリー回なんだろうね。まあ、よく植えたらしいけどね。まあ、このザクスリー回のおかげで、まあなんだろうな、何が出るかわからないっていうね。何が来るかわからないっていう、その何?次これが来るだろうって予測をさせないために、なんかあえてそうしたっていうことなのかな。まあ、ホビージャパンさんでもね、ザクスリー回が出たことによって、もう次何が出るか分かんなくて楽しみですね、みたいなこと書いてあったけど、まあ、そうだね。これ。いまだ組んでねってやばくね、俺。いまだ組んでないってやばいね。組めよ、早くな。本当これ合わせ目だらけだから、まあ、その組む人がね、まあ、覚悟がいるよね。全身合わせ目だから、ほら、もう優勝正して初回版だからね、これ。全部合わせ目、逆に、まあ、多少歯応えが欲しいっていう人はいいんだよ、これで。合わせ目消してなーっていう人はね、まあ、俺みたいなやつね。
やっぱ塗るだけになっちゃうからさ、合わせ目消す作業はないと、まあ、面白くないから。まあこんな感じですね。でもなんか普通にさ、あのラカンが乗ってた、あの白いっていうかグレーのね、ザックスフィールドかな、まあ人気あるっぽいよね。あの多分ね、あの HGUC のあのダブルゼータ系のキットで一番プレミアついてるのね、あのラカンが乗ってたあのグレーのあのザックスフィールドなんだよね。あれが一番高いらしいよ今。確かそうだったような気がするけど違ったっけ。うん、造形は悪くないね。ただ可動と合わせ目だらけなのがっていうね、うん、悪くないっすね。うん、ただこれね、あのこれがもうほんとザクの最終形態だけど、残念だからね、あのこいつはね、あの次期主力の機体をね、あの同盟に奪われてますね。負けちゃったんですよ。総合火力で音あの勝るね、総合火力でまさに同盟軍に軍配が上がってしまったっちゅうね。負けちゃったんだこいつ。あの無難すぎたね。うん、ノーオプションでこのビームキャノン兼ビームサーベルでノーオプションであの戦闘ができるっていうね。まあ口にも小型ビーム砲があるんだけど、うん、ラカン実際ノーオプションだったからね。うん、このあのフロントアーマーのビームキャノンとビームサーベルだけで戦ってたから、うん、ライフルあるんだよ一応。うん、やっぱこっちはね、総合火力と、まあ、特殊能力、インコムとかさ、あんじゃん。これ火力すげえじゃん。メガ粒子砲、メガランチャー、インコム、あとはまあ、いろいろ、何、隠し腕じゃないけどさ、うん、手を飛ばしてさ、うん、攻撃すんじゃん。純最込みシステム、っていうか簡易最込みシステムを持ってるから、やっぱ総合評価で負けちゃったんだよね。とはいえね、パイロットによってはね、ほんと、鬼神のような強さ、うん。ザクスリーカスタムはなんか、コックピットにバイオセンサーだっけ入ってんだっけこいつ。な、バイオセンサーは確かあったような気がした。うん。ラカン率いるスペースウルフ隊のドーベンエルフを2機ぐらい撃墜したっけ。なんか頭とか潰してたよね。うん。なんの光って言ってたけどね、ラカンがね。うん。痴漢がね、痴漢だからんかね。電車で痴漢だからん。うん。もうラカン痴漢ばっかりしてっからな、ね、やつね。言ってんのやめろって、痴漢は。うん。まあ、痴漢はやめろって言ってっから。痴漢はクズ化することだからね。はい。まあ、そんな感じでね。作りてえな、そろそろ。うん。いやー、でもこれ、今出てたらプレバンドローね、こいつね。きっとね。うん、一般では出してくんないだろうね。はい。まあ、そんな感じでね。俺はイリアのね、メコ筋をね、お尻突き出して、極薄生地のパンティーにくるまれて血巻き状になったイリアの猫筋をプニプニしたいっすよ。うん、プニプニしたい。うん、プニプニしたい。いい加減にしろ、この手帳を持ち。ちゅうことでね、ブラックスでした。バイバーイ。